どうもサムセリミアス荒川なんだマサラです。はい、どうもありがとうございます。今日はですね、横浜にやってきました。横浜の高島中央公園です。これからですね、総延隊さんの、道草オーバーナイトマラソン、横浜から箱根湯本まで約60キロを走っていきます。これから夜6時からスタートして朝の始発に間に合うぐらいの箱根湯本まで走っていきます。その道中をですね、お届けできたらと思いますので、どうぞご視聴ください。よろしくお願いします。おお、なんか破けてる。昼やばい。起きたら12時超えてしょうがない。さあ、これからスタート、ウェーブスタートで行きます。結構参加者多いですね。さあ、これからスタートです。1列で後ろに並んでください。とりあえず最初のスタートは1列で。5、4、3、2、1、はい、スタートです。はい、いってらっしゃい。頑張って。行ってきます。いってらっしゃい。高島中央公園からようやくスタート。これから箱根湯本まで約60キロ走っていきます。さあ、早速、信号待ちです。歩道橋を渡ってこれから、国道1号をまっすぐ進みます。はい、京急戸部駅通過です。今日はですね、打倒サブ 3.5 練習会のメンバー、サイクサシ、ダイちゃん、モノニさん、4人で参加中です。手元の時計で5キロ通過です。今の地点は保土ヶ谷をちょっと駅をちょっと越えたところあたりですね。残りあと55キロ。はい、ただいま手元の時計で 7.5 キロ戸塚区に入りました。はい、手元の時計で10キロ通過です。まだまだ海に湘南の海にはたどり着いてない感じですね。あと50キロ頑張ります。ただいま手元の時計11キロ地点、ファミマエクセレンス不動坂店で休憩中です。アイスのみ食べてます。
さ、戸塚駅の歩道橋を今渡ってます。距離でいうと今13キロ。まだ全然中間、まだ全然中間地点じゃないですよね。序盤の戸塚駅、このまままっすぐです。はい、ただいま手元の時計で15キロ通過です。住所でいうと戸塚、この結構長いダラダラした上り坂はもちろん歩いてます。すいません、ね、どこだか全然わかんないけどどこだかわかんないけど、とりあえず景色がいい。とりあえず はい、ただいま手元の時計で19キロとちょっと、この辺りで、ちょっと給食休憩、ファミマに寄って給食休憩します。はい、ようやく藤沢市に入りました。手元の時計でようやく20キロ、あと3分の2、40キロ、フルマラソン1本分ですね。さ、今、遊行寺の坂でちょっと休憩中です。手元の時計で25キロ通過です。まだ海にたどり着いてません。はい、茅ヶ崎に入りました。手元の時計で 26.5、 あとちょっとで湘南海岸。います。あ、本当だ本当だ。一つ目のエイドが見えてきました。ここでちょっと休んで一つ目のエイド、手元の時計で27キロ。的にはこっちが酸っぱい、しょっぱいですね。酸っぱい系、しょっぱい系、どっちも食べよう。個人差。ここまで 26.9 キロ、マスがいいと。次まで10キロ。今、最初のエイドをちょっと休憩して、これから 3.2 キロぐらいのところにある湘南 C に行きたいと思います。これを電気を消して、真っ暗。はい、手元の時計で30キロ通過です。ようやく半分、あと残り30キロ。とりあえずこれから湘南 C に向かいます。ここでも川ですよね。
あ、ここか、もう一つが、あそこの赤のところ、あっちに信号がなかったっけ。あ、ほんと、じゃあここにしよう。湘南シーにやってきました。おお。噂の。あ、ほんと。手元の時計32キロ、丸尾練習会神奈川支部の練習場柳島スポーツ公園にやってきました。平塚市に、入るところです。手元の時計で33キロ、まだまだ先長いです。野生のびっくりしました、ね、野生のマリランさんが登場です。条件反射で手振ってたけどあれそうびっくりした。あれ人がいる。そう、なんかね、あの信号でいたらこっちの方撮ってる人いるなと思ってて西草さんのあのツイートで、ありがとうございます。気をつけて。手元の時計で35キロ通過です。あともう少しで大磯エイドでちょっとカップラーメンか何か食べていきたいと思います。はい、今手元の時計37キロ、ようやく大磯のエイドが見えてきました。待望のカップ麺をいただきたいと思います。磯エイド到着です。はい、238です。ありがとうございます。何しようかな。私わかめラーメン。あ、大丈夫です。こんなもんでいいです。ありがとうございます。はい、今日はわかめ醤油ラーメンをいただきます。はい、ただいま手元の時計で40キロ通過しました。あと20キロ、時間、今の時間午前2時を超えたところです。これからまだあと20キロあるんですけど、今日は割と涼しいんで楽に走れます。
はい、ようやく今 42.195km、フルマラソンの距離を走っています。はい、手元の時計で、45km 通過です。時間が今午前3時を回ったところです。ようやく、小田原市に入ります。手元の時計で 46.7 47キロ弱ですね。小田原駅までまだあと10キロぐらいありそうです。今手元の時計でようやく、50キロ超えました。あと残り10キロ。だんだん空もなんとなく明るくなってきて、始発までになんちょうどいいくらいな感じでゴールできそうです。はい、ただいまの時間4時、午前4時20分です。日もちょっとずつ上がってきて明るくなってきています。明るくなるごとになんとなく気温も徐々に上がってきてる感じで、かなり暑くなりそうです。佐川川通過します。北海道小田原宿、小田原町、小田原市民会館前です。ここを左に行って、箱根湯本へ向かいます。箱根、板橋駅通過です。小田原を過ぎて、鈴廣のかまぼこの里のお店に、までやってきました。ここは箱根駅伝の、中継所になっている場所ですね。はい、箱根に入りました。あとちょっと、はい、手元の時計で60キロ通過です。まだ着かないのであともうちょっとだと思います。あれー、はい、2キロあんのまだ。あ、本当。
疲れ様です。もうすぐですよ。あそこ見えてきた。はい、さあ行きましょう。お疲れ様でした。はい、じゃあ絶妙にあのゼッケンを見せてください。はい、いきます。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。頑張ったよ。はい、ゴールしました。はい、元気役お願いします。ありがとうございます。はい、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 ご視聴誠にありがとうございます。もしよろしければ番組登録といいねをお願いいたします。またお会いしましょう。じゃあねー。